だ今で、はびっくりしたわ。まさか高校の友達の結婚式を私がプランナーとして担当することになるなんてね。私こそびっくりしたわ。まさか下目で行った式場にようこがいたんだもの。高校卒業以来会ってなかったけど、元気そうで嬉しいわ。うちで結婚式してくれてありがとう。担当プランナーとして私も精一杯頑張るからね。ようこに担当してもらえるなんて心強いわ。よろしくね。 いろいろ今日話も聞いたけど、ひとまず結婚おめでとう。旦那さんめちゃくちゃイケメンじゃない。あんなイケメンどこで捕まえたのよ。いやいや捕まえたなんて。たまたまね、職場が一緒だったのよ。職場恋愛羨ましい。私なんて人様の結婚をお祝いするばっかりで、自分の結婚はまだまだだもんな。恋人とかは高校の時常に彼氏いたよね。 いろんな男と付き合ったら、理想だけがどんどん膨れ上がって。結婚ってなると高スペック望んじゃうようになっちゃったからダメね。そうなんだ。どっかに帰りの旦那さんみたいなイケメンで高身長。結婚式を軽々と挙げてくれるような男いないかしら。ようこ美人だから、よりどり緑でしょそういえば、洋子の結婚式場ってだいぶ人気だから、予約取るの大変かと思ってたんだけど、 最近お客さん減っちゃったのよね。多分本社が吸収合併されて、別の会社の経営陣が関わるようになったからなんだろうけど、会社が吸収合併されたのなんかやり方変わったの大きくは変わってないはずなんだけど、まあ、ちょっとずつマイナーチェンジはしてるから、それだからか、口コミがあんまり良くなくてね。そうなんだ。しかも最近立て続けに公約を発でキャンセルが入って、 呪われているだろなんだの。噂が一人歩きしてるみたい。え、それはなんだか物騒そうね。ああ、大丈夫よ。心配しなくても。呪われてなんかないから。ちゃんとまともに結婚式あげて幸せに暮らしてるカップルもいるし、たまたま重なっちゃっただけっていうか、なんか結婚式って幸せだけじゃないのね。まあ、幸せと不幸なんて隣り合わせだしね。そんなことより、今度の週末までに見積もり出しておくから。 ぜひ旦那さんとまた週末にでも来たよ。週末って結婚式あるんじゃないの今度の日曜日なら結婚式の予約入ってないから大丈夫なの。帰も旦那さんも仕事してるって言ってたし、週末の方がいいでしょ確かに仕事してるから助かるけど、日曜日に行っちゃってもいいの大丈夫よ。私は土日出勤で平日休みだから。なるほど。じゃあまた彼と行かせてもらうわ。見積もりを見てから決めさせてね。 カエデの希望に沿ったプランを提供できるように、チルを集めて待ってればね。ありがとう。ヨーコちょっと今いいどうしたのああ、結婚式の相談そのことなんだけど、ヨーコって彼とプライベートで連絡取ったりしてる彼ってカエデの旦那さんショーゴさんよね。うん、ショーゴさん。彼がヨーコからプライベートの LINE が来るって言ってたんだけど、結婚式の打ち合わせよ。 彼もしてるでしょでも、結婚式以外のこととかも話してるよね。今度私抜きでデート行きましょうとか、どういうつもりなんだ、見ちゃったんだ。翔子さん、もうちょっと口が固い人かなって思っていたのに。どういうことだって彼だけずるいじゃない。私だってコースペック男と結婚したいのに。だからちょっともらおうかなって。もらおうかなそれって彼をもらおうかなってこと 結婚式のプランナーって意外と忙しくて出会いがないのよ。でも気づいたの。ここに来てる男たちって結婚式ができるだけの資金力があって、なんとなく年収も分かっちゃうじゃないつまり、ここは私の職場であり、婚活の場なのよ。自分の職場で男漁りしてるってことなんか言い方が下品だけど、まあ平たく言えばそういうことね。 だからうちに来る人の中で特に高スペックで落とせそうな人には LINE を特別に交換してあげているの。ねえまさか前に言ってた立て続けでキャンセルって原因ようこじゃないよね。私かもね。でも浮気してたわけじゃないし、ただちょっとお誘いしただけだし。それで勝手に男が落ちて彼女と別れて私と付き合っただけ。私、別に何も悪くないよね。 今までも別に医者料請求とかもされてないし。何それ罪悪感ないのそれで捨てられる女の方が悪いのよ。その男性たちはもっと高スペックの男が出てきたら、捨ててるわ。私が求めているのは、最上級スペックよ。そんなことしてたら、恨み買うわよ。大丈夫。その辺はうまくやってるから。翔子さんだって、なんだかんだ私と LINE してるし、楓に何か不満でもあるんじゃない この感じだと結婚式までには落とせそうよ。幸せのサポートをするプランナーがクラッシャーになってどうするのだから私はお誘いするだけで勝手に男たちが落ちていくんだってば、別に浮気してるわけでもないし、医者料だって取れないわよ。ずっとそんなことをしてきたのプランナーで立場を利用して。利用できるものは最大限に利用しなきゃ。 ジョーゴさんって会社経営してるんでしょ超スペック高いじゃん。もしかしたら今回が最上級スペックで、このまま結婚しちゃうかもね。そしたら結婚式呼ぶくらいはしてあげてもいいわよ。友達だと思っていたのに、彼を取られるカいでが悪いんだからね。高校の時もそうだったけど、お人押しすぎるのよあんた。なんか条件のいい男はみんなカいでと付き合うけど。 楓すぐ私に紹介するんだもん。えここの時もまあ、探さなくても、男連れてきてるから楓って赤ちゃんじゃなくて、男を運んでくるコウノトリみたいって、ずっと感謝していたのよね。そんなこと知りたくなかったわ。別れた男と私が付き合っても、おめでとうとか言っちゃってたくらいだし。お人よしのカエちゃんは、 私と翔子さんの結婚もおめでとうってお祝いしてくれるよね。翔子さんと結婚するって決まったわけじゃないでしょ落としてみせるわよ。私、これでも狙った獲物は逃がさない。百発百中なのよ。やめて、会社に報告するわよ。彼と結婚できたら退職して専業主婦になるからいいわよ。後悔しないでね。するわけないでしょそれより早く翔子さんを解放してあげてね。 ちょっと変えでどうかしたのこれどういうことよ何今って翔ごさんとデート中じゃなかったのえなんで知ってるのよ彼から全部報告受けてるもの。えどういう意味ああ、もしかして翔ごさんからのお誘いで、デートだと思って喜んで行ったら、そのまま本社に連れて行かれてクビだって言われただからなんで知ってるのよだって私と彼、あなたの雇い主だから、 やったい主とはだから、洋子が働いている式場を含め、元の会社を吸収合併した経営者なのよ。私と翔吾さんは。え待って、それって社長ってこと今社長なのは翔吾さんのお父さんだけど、翔吾さんもあと数年したら引き継ぐでしょうね。私と翔吾さんは、共同経営者として名前を連ねているの。 まあ、権限的には、社長と同じってところかしら待って、経営者楓が翔吾さんとは専用みたいなもので、付き合ってもないんだけどね。でもうちに式場見学で来たじゃない。譜面調査しに行ったのよ。譜面調査ですって一店舗だけ売り上げが落ちてる店舗があって、帳簿とか見る限り、特に不正も見当たらなかったから、実際見に行ってみようってことになって、翔吾さんと私が結婚式をするカップルっていう体で、 譜面調査していたの。嘘でしょ立て続けに入った婚約廃棄によるキャンセルの件も、悪い口コミの件もよく分かったわ。全部私のせいだって言いたいの最初はたまたまプランナーとの反りが合わなかったのかなとか、感じ方も人それぞれだし、一概に誰かのせいとも言えないなと思っていたのよ。あなたが担当したもので、いい口コミがあったから。それじゃあ、なんで記録読んで気づいたんだけど、 ようって、イケメンで高スペックな男性が振動だと、口コミ悪くて、平凡だと口コミいいのよね。相手によって接客態度。っていうか、熱意の入れ具合書いてるでしょ。そんなことないわよきっと自分になびかなかった高スペックの男性が振動だと、嫉妬して手を抜いていたのね。手を抜くなんて、そんな証拠ないでしょ確かに証拠はないけど、お客様に手を出そうとするっていう証拠なら、つかんだから。あ,あ それは、でも、そんなの卑怯よ幸せな結婚式を挙げようとして、いらしてくださるお客様の中を、クラッシュする方が卑怯じゃない結婚前って、ナイーブな時期なのに。ということで、全ての事柄を、把握した上で、あなたはクビです。勝負さんと同じこと言わないでそれから弁護士を挟んで、あなたには正式に損害賠償を支払ってもらうわね。え損害賠償こちらで集めた証拠で、 なんとか戦えそうって弁護士から体育場ももらったし、あなたの接客態度によって悪くなった口コミと、婚約破棄になってキャンセルになった分、よ子が損害を被るべきでしょ相手方に確認は取るけど、ちょっと待ったよ首になってさらに損害賠償とか、そんなの払えるわけないでしょしかも落ちると思っていた正子さんは落ちないしそりゃ学生時代から付き合ってる彼女と、結婚しておしどり夫婦だもの、あの人。 そんなの聞いてない。あ、ようこ覚悟してね。うちそれなりに業界大手で名が通っているから、もうブライダル関係では働けるなんて思わないでね。楓でごめん。楓での会社だなんて知らずに好き勝手やっててマジでごめん。うちの会社じゃなくても、お客様に手を出すのはアウトでしょもう絶対そんなことしないし、接客街道を変えたいとか、そういうこともしないから。 自分の会社を守るために首を切る決断をしただけよ。ところで今、どこにいるの本社から逃げ出したって聞いたけど。教えたら助けてくれる教えなくてもいいけど、徹底的に探すわよ。ちょっと待ってよ私大学卒業してずっと就職浪人で、やっと就職できたのよ今更バイトとかしたくないし、お願い首を考え直してせめてこの件は内密にしてくださいそういうこともまとめてお話ししましょう。 このままだとすべて、こちらの希望通りに進めてしまうわよ。そんな今日は本社にいてあげるから、今から1時間以内に本社に戻ってきてください。弁護士と経営陣と、店舗の責任者とお待ちしております。ごめんってばかえで。時間は待ってくれないわよ。ちょっと待ってお願いだから私を助けて高校の友達でしょ 高校の頃から人のカルシウってきた人、今更友達なんて思うわけないでしょ結局ヨ子はクビになり、ブライダル業界からも消えました。今では実家に帰り、アルバイトの日々らしいと、地元の友人自体に聞きました。ちなみに要求額からは減額されましたが、損害賠償請求は認められたので、一度でも支払いが滞ったら、容赦なく取り立てようと思っています。